ヤッホー、K-POP 脱色オタクの加田です。小田です。今日は5月の雑談としてゆるく話していこうかなと思っておりますが、まあ毎月やってるんですけど、4月の感想とか、あとは5月の現場、カムバ、セールの話などをしていきたいなと思っております。はい。はい。で、4月の現場はですね、4月10日に ASEA を、まあ、加田も小田も別々にですけど、見に行って、あとは、私は4月14日にザ・パフォーマンスに、ドボーイズとか、ライズとかを見に行って、で、ちょっとこの雑談を早めに撮ってる関係で、実際はまだ来てないんですが、4月27日は、小田さん、築地のペン見ですね。はい。楽し楽みだしね。み。いいな。ねえ、久々のスキズの単独現場です。そうだね。そうだね。あ、本当にそうだね。何回か、ASEA より前も、その受賞式とか歌謡祭的なところで見てたもんね。わあ、いいね。あとは、4月はさ、我々それぞれの推しのトゥバとボイネクが、カムバもあったので、確かに。結構カムバに気持ちを持ってかれた1ヶ月で。楽しかったね。で、5月なんですけど、まずは、センイルの話なんですが、なんかね、5月少なくて、まずは、ニュージーンズのミンジが2004年5月7日生まれ、NCT ウィッシュのシオンが2002年5月11日、で、ニクスジのユウヒくんが2007年。若いな。シオンくんと同じ5月11日生まれだね。で、また、ニュージーンズのヘディンが2006年5月15日生まれ。なんかさ、ニュージーンズってさ、4月も2人いたよね。あ、そう。もう春で ほぼ終わっね。めっちゃセイル多い。で、最後が、ボーイズのジェイコブが1997年5月30日生まれです。なんかさ、私の中でドボーイズとかもさ、別に、なんだろう、若者世代なんだけどさ、ユウヒ君と10歳も違うと思って。本当だ。怖い怖い。あとはですね、2023年5月14日生まれが、我らのこの、カダオダ K-POP オタ活ラジオチャンネルのセールでございますね。イェーイ。なので、もうすぐ1年。どうだろうね。あっという間っちゃあっという間だけど、まあでもいろいろやったといえばいろいろやったよね。長く感じるかも。ねえ。まあでも充実してたわ。なので、なんかまあ1年記念で何か企画、わかんないけど、なんかいつもと違うことができたらいいなと思いつつ、なんだろうねーって今ちょっと思ってるとこだけど。確かに、なんかやりたいね。ね、生配信もさ、まあ今まで3回くらいやったけど、みんな現場の後みたいな感じだから、現場の話に限らないゆるっと生配信とかやってみる。どうする？誰もやいなば。かった。怖い。ちょっと個人的に DM とか送って桜の人用意してもらったけど。
まあそれかも生配信じゃなくてもね、なんかって思うけど、まあはい、はい、そんな感じでちょっとどうしようかなと思ってるとこです。うん、はい。で5月のカムバなんですけど、やっぱさカムバもさ4月がすごく激戦だった気がして、うん、5月決まってるとこそんなに多くないのかなって思っていて、うん、まず5月8日にエンティームがファーストシングル日本でかな出しますね、うん、で5月13日がデベワン、うん、あ日付が逆になっちゃったけど5月10日がスキーズがデジタルシングル、うんうん、出すのと、あとは5月21日に XG、うん、5月24日にニュージーンズ、うん、5月27日にエスパといった感じで、あの後半は結構ちょっと強めなヨジャアイドルたちがカムバ予定だそうです、うんね、あニュージーンズ無事に出せるかしらねえ、うん、ドキドキだよ、うん、なんかもうさカムバさ調べるときにもうなんか日本の話なのか韓国の話なのか、うん、すごいもうわけわかんなくなってきてるわ。確かに、ね、難しい、うん、最後5月の現場なんですが、うん、私課題はですね5月の6日にトゥモローバイトギャザーを見にケースポドームに行きます。結局ね、そうそうそう、今同じ結局ねって思ってる人いらっしゃると思いますが、でもねもうソウルコンが楽しみなのはもちろんなんだけど、ちょっとドキドキしてて、うん、というのもですね5月6日インチョンに13時着なの、インチョン空港、うん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 、でインチョン空港のイミグレってうまくいって1時間、うん、余裕見て1時間半ぐらいかなって思ってるのを、うんうんうん、でそしたら14時半でしょ、うん、でインチョン空港からケースポドームって普通に2時間かかるの電車で、うんうん、だから4時半でしょ、うん、ケースポドームに着くのが、うん、で5時からコンサートじゃん、うん、結構マジでイバッキワだよね、うん、でさ飛行機ってまあまあ遅れんだよね、わかる、なんかね、でももう30分も遅られたら困るよと思って、確かに、いやーこれちょっと本当に何やってんでしょうね。ちょっとちょっとだけ緊張してる、うーん、まあまあギリギリだな。しかも私この日成田発何時だったかな、10時何分とかだと思うんだけど、うん、その朝7時半に成田空港に着く飛行機に乗るから、そっちもタイからまあ、一応そこ3時間ぐらい開け、うんうん、3時間もないか2時間何十分ぐらい開けたんだけど、そっちももう30分も遅延できないからねと思って、怖い怖い怖いよね。多分なんかさ提携してるやつとかだったらそんなに時間なくてもいいんだろうけど、全然関係ないから1回出てもう1回あのチェックインしてをやんなきゃいけないから、うんうんうん、ドキドキする。席に座るまでわからんね。本当に今までで一番ちょっと着くまでがなかなかハードスケジュールなので、うん、ちょっと本当に緊張してるんだけど、うんうん、はい、だから飛行機が2本とも遅れないことを願っております、うん、
はい。でですね、その行こうかどうか迷ってるって言ってた時に、もう最終的にどうなったか決めた時に、どうしてそっちに決めたか理由も知りたいよってコメントくださった方がいて、うん、あの結局行くことになったんだけど、いつも通りそう、ね、でも、うん、なんで行くことにしたかなってもう一回自分で考えたところ、うん、やっぱねツアー初日であること、まあ、初日って実際にはさ、うん、ソウルコン3日って3日目しか行けないから初日ではないんだけど、うんうんうん、まあ、初回であること、うんうん、コンサートってさ、次の曲が何かわからない状態でコンサート見れるのって、うん、本当に回数少ないじゃん。うん、でなんか結局それが一番好きだなと思うから、うん、っていうのと、あとやっぱケンスポドームが好きだからというか、うん、なんか。トゥモローバイトギャザーのコンサートいつもどれも楽しいんだけど、今までチャムシル体育館とケースポドームとコチョクスカイドームって3回行ったんだけど、やっぱケースポドームはやっぱちょっと外せないなっていう、うん、うん、感じ。一番やっぱその3つの会場の中で一番好きだったから、うん、うん、そうですね。てのと、やっぱりソウルコンって何回も思い返しても一番やっぱ豪華な内容になるんだよね。前回のツアーもその後少しずつ解禁してったけど、ソウルコンだけジビジビとマジックのダンスブレイクやって、そうで、その次からはシンガポールからはなしみたいな感じだったから、やっぱソウルコンの瀬取りというかは唯一無二だなっていうところで、やっぱりこんだけ間に合うかどうか分からない危険を犯してでも、うん、生で見るべきだなと、ま、1年間の中でやっぱ私の中で一番大事な現場だなと、いっぱい行くと思うけど今年も、うん、って思ったので、ちょっと危険を犯しても向かうことにしました。間に合いますようにマジで、うん、ね、行くと思ってたけど、まあ行くと思ってたよねはい、そんな感じで楽しんできます。うん、はい。であとは5月の楽しみなことが、ボーイネックがNHK ハングルナビの5月マンスリーゲストとして出演決定。これは結構テンション上がりました。うん、ちょっとこれを機に韓国語をもうちょい頑張ろうかなみたいな。ねえ、4月はさ、ゼベワンがこのマンスリーゲストやってるらしいけど、ちょっとどういうコーナーをやってるのかまで、うん、調べてなかったんだけど、何やるんだろうね。楽しみだね。うん、楽しみ。いや、あのさ、推しが韓国語を教えてくれるって一番最高なコンテンツだよね。確かによく考えたらそうだね。そう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 。しかも私忘れられないんだけど、いや、それ何年前の話だよって感じだけど、うん、昔 2PM が、うん、NHK でやってるハングル講座、テレビのハングル講座で、うんうんうん、なんかワンポイント旅行韓国語コーナーみたいなのやってたの。なんか寸劇みたいなのやって教えてくるんだけど、うん、それを毎週見てた時にこんなのいつ使うのかなと思ったんだけど、めちゃくちゃ役に立ったの。あなんか袋くださいとか、はいはいはい、なんかそう、写真一緒に撮ってくださいとかそういうのなんだけど、やっぱね、今まで一番頭に入ったの。すごいよ、推しの力は。推しの力はすごいよね。うん、だから楽しみだね。うん、5月頑張ります、韓国語ね。うん、いい
な、いいな。毎月いろんなね、人がゲスト出てるのが楽しみだよね。ねえ、すごい豪華だね。うんうんうん、めちゃくちゃ豪華だと思う。うん、はい。そんな感じで、5月も楽しんで推し活していきたいですね。はい。はい。なんか私は5月は、現場はそんなに多くないけど、なんかいろいろ、チケットの当落とか、チケッティングあるわ。あ、小田さんもチケッティングだ。そうだそうだね。ちょっとそういうのがありそうだね。うん、頑張りましょう。はいはい、じゃあそんな感じで皆様5月もいろいろとゲッティングやら当落やら現場やら感想をお話ししていきたいなと思っておりますので、よければお付き合いくださいませ。うん、はい、ではここまで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。